これが第1位なのかもしれない。いいところが組み合わさってるもん。ちょっと納得した。チョキチョキこんにちは、表参道フラットとあやまるです。今回の企画は私あやまるがリサーチしたモテる髪型ランキングです。イエーイ。皆さんきっと今までにいろんなヘアアレンジだったり巻き髪だったり髪型をいろいろ試してきたと思うんですが、やっぱり周りからどう見られてるんだろうって気になりませんか？特に男性からの意見ってなかなか聞くタイミングないですよね。というわけで今回は私が自分の SNS を使って男性のフォロワーさんに女性のどんな髪型が好きですかっていうアンケートを取らせていただきました。その結果を今日は発表していきたいと思います。もちろん自分が可愛いと思ってたらそれでいいっていう部分もありますし、私も結構自己満なところがあるので自分さえ良ければいいじゃんって思うこともあるんですが、いざねデートの時とか彼氏さんだったり旦那さんだったり好きな相手の方だったり、まあ、今の言い方で言うとスキピ的な相手に可愛いって思ってもらうためにもぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。はい、それでは発表していきたいと思います。まずは第5位から発表していきますね。第5位はロングの巻き髪です。これぶっちゃけ正直1位なんじゃないかなって思ってたんですけど、意外と5位でびっくりしました。普通に巻き髪って書いてくれる方も多かったんですが、ロングの巻き髪ってちゃんとロングって書いてくれてる方も多かったですね。まあ、私自身がロングなのでどうしてもやっぱりフォロワーさんの中ではロング好きな方が多かったのかなって思ってたんですが、まあでもそれでもまさかの第5位だったのでちょっとびっくりしましたね。でいただいていた意見としては、普段ストレートの人が巻き髪にした時のギャップがやばいって書いてあるのもあります。でもこれめちゃくちゃわかります。普段サラサラストレートだった子が急に華やかな巻き髪にしてきたら女でも見ちゃいますもんね。あれなんかいつもと雰囲気違うって。やっぱりギャップに弱いのは女性も男性も変わらないみたいですね。それでは第4位を発表していきます。第4位はローポニーです。ローポニーっていうのはこうやって低い位置で髪の毛を一つに結んでいる髪型ですね。シンプルに一つに結んだ髪型が好きな男性が多いみたいですね。でもいただいていた意見だと遅れ毛がいっぱい出てるローポニーが好きっていうのも多かったです。なんかゆるっとした感じとか、なんだろう、ピシッとしたローポニーじゃなくてふんわりしたゆるっとしたローポニーが好きっていう意見多かったです。確かにね、ふわっとしたローポニーってきつくないというか、まあ、清楚なしっかりした感じがあるけどちょっとゆるってしてて可愛い&品のある感じに見えてすごく可愛いですよね。それでは次に第3位の発表です。第3位はお団子ヘアです。ただこのお団子っていうのを高めとか低めっていうのがあんまり書いてないのが多くて、お団子ヘアとか絵文字のお団子載せてくれてる方もいました。だから上の団子なのか下の団子なのかっていうのがちょっとわからなかったんですけど、どっちが多いですかね。ぜひこのコメント欄でも教えていただきたいです。上のお団子なのか下のお団子なのか。でも確かにお団子って、まあ、上にしろ下にしろキュッて締まってて頭がちっちゃく見えるしすごく可愛いですよね。なんかやっぱりザ女性の髪型っていう感じ。どんな服装にも合わせられるしアレンジのバリエーションも豊富で飽きさせないところもいいですよね。あとはお団子って元気な印象っていうかアクティブな感じがして好きっていう男性も多かったので、お出かけだったりデートの時ちょっと外に行く時にお団子ヘアにしていくとバッチリなんじゃないかなと思います。であとはお家でちょっとルーズに髪の毛まとめるためだけにくしゃっとしたお団子やっておくとかも男性好きなんじゃないかなと思います。では続いて第2位は高めのポニーテールです。これもね私的には正直意外でした。私のイメージだとやっぱりなんとなくローポニーの方が大人っぽくて好きな男性が多いんじゃないかなって思ってたんですよね。けど本当に意外、高めのポニーテールが第2位だったんですよ。私も結構高めの位置のポニー好きで結構やったりするんですけど、まあ、男性にはあんまり受けないだろうなと思いながら自己満でやってたんですけど、男性も好きでしたね。このポニーテールに関しては、まあ、お団子の時と違ってちゃんと高めのポニーテールって高めのっていうのをつけてくれてる方が多くて、高めポニーテールへの愛を感じました。
またこれもいただいたコメントでいくと、結んでいる姿が色っぽくて好きとか、大人の女性がするハイポニーが好きっていう意見もありますね。このポニーテールを作る時の仕草が好きっていう意見すごい多かったです。だからなんだろうな、普段普通にしてる時はこうやって下ろしておいて、ちょっとなんか作業が邪魔になったなっていう時に、もう急にこんな風にポニーテール作っちゃうと、もう周りからの男性をすごい見るんじゃないですかね。ご飯行った時とか、こう下向いてご飯食べるじゃないですか。こうやって普通に後ろで止めるっていう方多いと思うんですけど、これちょっと位置上に変えてもらったら爆モテするんじゃないですかね。ぜひぜひ皆さんちょっと試してみてください。で、高いポニーって割と若い女の子の髪型っていうイメージがある方多いと思うんですけど、男性からすると大人の女性ほどやってほしいみたいですね。で、これもやっぱり遅れ毛を出してほしいっていう意見もちらほらあったので、ご飯を食べるときはちょっとね、わざわざ遅れ毛出してって結んでるのもあれかもしれないんですけど、最初からね、高めのポニーでお出かけするときとか、そんなときは遅れ毛出しておいて、ない方は遅れ毛を作っておくといいんじゃないかなと思います。で、前に私動画で大好きな田中みな実さん風のポニーテールの作り方を動画にしてあげたことがあって、あんな感じがウケるみたいですね。あの髪型結構好評いただいていたので、皆さんもぜひこちらの動画参考にやってみてください。はい、皆さんお待たせいたしました。いよいよ第1位の発表です。正直マジでこれは意外でした。第1位はブルーじゃん、ハーフアップです。ぶっちゃけこれダントツ1位でしたね。本当にもうハーフアップとか知らないと思ってた。男性の中にハーフアップっていうワードがあるのがびっくりしたぐらい。でもぶっちゃけこれ堂々の第1位でした。ハーフアップ好きな男性ってこんなにいるんですね。正直5個のうちにランクインするかギリギリ、まあ第6位ぐらいなんじゃないかなとは思ってたんですけど、もう全然1位でした。で、いただいた意見で言うと、女の子らしくて好きとか、品があって可愛い、ハーフアップ彼女にやってほしい、彼女がやってるハーフアップが好きで、しかもクルリンパのハーフアップが好きって書いてくれてる方もいます。詳しい。男性のイメージする女性の髪型ってハーフアップが多いのかな。確かに可愛いしね、おしゃれだし、女性らしくて可愛いですよね。でも本当にこのハーフアップも女性が好きな髪型だと思ってました私。まあ今こんな風に髪を巻いてただ下ろしてるだけよりも、ちょっと手の加わったこのハーフアップ、下ろしも兼ね備えてるこのアレンジ、これが男心をくすぐるのかな。あ、でも待って、よく考えてみたら、おろしの巻き髪が好きな人多いじゃないですか。で、ポニーが好きな男性も多いじゃないですか。ハーフアップっておろしもポニーも両方やってない？今思いついた、喋ってて。だからこれが第1位なのかもしれない。いいところが組み合わさってるもん。ちょっと納得した。へえ、本当に。ただコメント見て1位2位3位4位5位決めてる時は、あ、ハーフアップ多いんだ意外って思ってたんですけど、今喋ってて思った、ハーフアップって最強なのかもしれない。おろし巻き髪もポニーの形も再現できる。はあ、そういうことか。うん、なるほどね。じゃあせっかくなんで、この第1位のモテモテヘアのハーフアップ、今からちょっとアレンジ加えて作り方説明していきたいと思います。まあ、普通にこうハーフアップしてね、ゴムで留めるぐらいだったら皆さんきっとできると思うので、ちょっとアレンジ加えたハーフアップにしていきたいと思います。逆に超簡単に一瞬でハーフアップ作れるかったら、こういうちっちゃいクリップとかあったら、横の髪の毛後ろでまとめて、ちょっと横の髪の毛後ろで集めて軽くねじって、このクリップとかでキュッと止めておけば、まあ、これも一瞬でハーフアップできちゃうので、もう手間暇かけたくないという時はこのアクセサリーに頼るのもいいんじゃないかなと思います。はい、ではちょっとこだわったハーフアップ作っていきたいと思います。まずは片手にゴムを仕込んでもらって、この状態で頭が丸くなっていて、一番出っ張っているこの鉢の部分から斜め下 V の字に髪の毛を分け取ります。結構割とこれ V の字深めにやってあげていいかなと思います。まっすぐ取ると結構上の方でちょっとギャルっぽい感じになりやすいので、少し斜め下に V の字を描くようにちょっと深めに髪の毛を分け取ってください。こんな感じですね。でも本当にざっくりで大丈夫です。綺麗に V の字にならなきゃダメっていうことはないので、なんとなく下に向かって髪の毛を取ることができていたら OK です。この状態で髪の毛を結んでいきます。で、この時に結構この周りの髪の毛を一緒に結んでしまいがちなので、結構そうすると髪の毛引っ張られて痛いので、なるべく絡まってこないように毎回毎回結ぶごとに髪の毛を避けてもらって結ぶといいかなと思います。はい、こんな感じです。そうしたら右斜め上から左斜め下に向かって、まず斜めにパクリ穴を開けます。
で、この今ここにある人差し指のところの穴を少し広げます。そうしたらこの穴の中に人差し指と親指を入れ込んで毛先をパスします。そのまま内側に入れ込みます。で、今毛束が左側に出ていると思うので、これを下に向かって移動させてください。この状態で少し毛先を下に引っ張りながらゴムを締めます。はい、この感じ。そうするとハーフアップのくるりんぱでも真ん中にパックリ分け目がつかなくなります。よくね、くるりんぱするとこの真ん中の部分パカーンって割れちゃうっていうお悩みいただくんですけど、今みたいに斜めに取ってくるりんぱしたらパックリ割れかなり減ると思うんで、ぜひ皆さんやってみてください。はい、そしたら次、今降りている横の部分ですね。この横の部分の髪の毛を持ちます。こんな感じ、だいたい耳より前の毛束ですね。この髪の毛を今やったくるりんぱの上でまた一つに結んでいきます。で、この時もやっぱり他の髪の毛一緒に縛ってしまわないように避けながら避けながら結んでいってください。はい、こんな感じ。そうしたら今縛ったこの横の髪の毛の方のゴムですね、このゴムをだいたい指2本分ぐらい下に下げます。ちょっと緩くなっている状態です。そうしたらこの左と右の毛束を逆転させてくるっとひねります。そうするとこの真ん中に穴ができますね。この穴の中に最初に縛った毛束をくぐらせてギュッと締める。はい、こんな感じです。あとは最後に表面の部分を爪と爪で細かい毛束をほぐしていきます。だいたい指2本分ぐらいの間隔で進んでいくとバランスがいいかなと思います。はい、そうするとこんな感じになりました。じゃーん、前から見るとこんな感じですね。確かにやっぱりハーフアップって可愛いですね。もうこれは女性も好きだし男性も好きな髪型なので、もう決め玉というか、もう今日ちょっと決めたいっていう時はハーフアップにしておくとよりいい結果に何事もつながっていくんじゃないかなと思います。おまじないというかお守りみたいなもんですね。はい、というわけで以上が男性に聞いた女性の好きな髪型ランキングでした。これからデートの予定だったり男性とお出かけする予定がある方はぜひこの動画を参考にしながらアレンジを選んでもらえると嬉しいです。まあでもやっぱり男性にもね好みがありますから、一緒にお出かけする男性だったり彼氏だったり旦那さんの意見をちょっと聞きながら今日の意見参考にしてみてください。今日の動画が参考になった方は高評価チャンネル登録、ビルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントもお待ちしております。そして他にも髪に関する気になることだったりお悩みがあれば、私の過去の動画500本以上の中にきっと解決できるものあるかなと思うので、ぜひこんなふうに検索してみてください。そして、あやまるビアチャンネルの公式 LINE もあります。LINE を追加していただくと、5つのプレゼント動画もありますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。